選ぶ公爵たちの思いのままになってくれるおとなしい人はどっかいないかなということで、探してみるとハプスブルグさんいたんですね。血筋はいいし、あんまり、まだ幅を利かしていないし、先帝皇たちの自由になるということで、ハプスブルグのところに先制ローマ帝国の、ね、冠が転がり込んできまして、そこからずっと接収、していくわけです。で、政略結婚するたんびに、フランスのブルゴーニュ地方が手に入り、今のオランダベルギーが手に入り、1500年の頃にコロンブスに行ってらっしゃいということで船を出させまして、でコロンブスが新大陸、今のアメリカ南米とね、北米と、その後に続く航海士たちが見つけて植民地にして帰ってきたということは、それも全部ハプスブルグに転がり込んでくるわけです。イタリアのナポリ、シチリア、ヨーロッパ全部あっという間に勢力結婚で手に入りまして、マリー・アントワネットが、生まれた頃にはもうヨーロッパのほとんどハプスブルグ大帝国のもとにあったわけです。まあ、そんなんですからほとんどは治めたものの、いつ何時この広いハプスブルグ帝国どこから分離独立されてしまうかわからないということで、マリア・テレジアもあちこちと固く縁を結んでおくこと、まあ、日本でもありましたけどね、大名の時代から、まあ、戦国の時代でもやっぱり政略結婚っていつの時代もどこの国でもあるわけなんですが、マリア・テレジアは一番敵対というかライバルであるフランスと、ちょっとね固く結んでおかなければということで、末娘のマリー・アントワネット、まだ1歳の時に、その時はまだルイ16世ではなかったルイ皇太子とプリンス・ルイとね婚約を整えてしまうわけです。オーストリアの宮廷で当たり前のように食べていたパンもお菓子も彼女にとってはね全て同じだった。ところがフランスにしてはそういったバターを入れたり甘いものを入れたものはパンではなくてお菓子だったっていう風にね、解釈の違いもあったんじゃないかなんていう話もございますけれども、でそうやって、アントワネットをお嫁に行かせたマリア・テレジア、まあ、唯一の救いは娘の悲しい最後を知らずに済んだっていうことなんですね。なんででしょう、テレジアは先に亡くなってたんです。ジャン・カル6世で回しをしといたんですが、今だチャンスだということで、ハプスブルグは若いお姫様が継いでるって、今だチャンスだって、もう周りの国全てが一気に攻め込んでくるんですね。でそこでたくましかったマリア・テレジア戦い抜きました。大きなお腹を抱えてですね戦い抜いて、シュレジアっていうねドイツに近いちょっともうちょっと北の方ですか、ところだけをちょっと取られたんですが、ほとんど守り抜いたということでね、ハプスブルグの土地をもういきなり、守り抜くという試練になってしまったわけなんです。そこから始まったかれこれ40年の長いマリア・テレジアの女帝の時代でございます。まあ、旦那さんフランツ・ステファンもねもちろん仲良くはやっていたんですけれども、まあ、実権は彼女にありということで、ね、政治一手に引き受けて、なおかつ20年の間に16人お赤ちゃん産んでますからね、20年、最初の子と最後の子の年の差が20年、そこで16人ということはほとんど年子なるんですよね。子供戦争子供戦争子供戦争という感じ でそのうちね14人大きくしてますし、でまたね随分進んだ考え方のある方でした。マリア・テレジアの時代って日本の徳川吉宗と同じぐらいの時代なんですが、もうすでに今から300年前テレジアの頃には、例えば累進課税とかね、それから、全ての国民に教育を、
髪を、当時まだシャンプーなんてない時代にですね、卵の白身とか、蜂蜜とかで髪のパックをしたということでございます。で、髪の手入れをお手伝いする女官たちも、髪が1本抜けると随分怒られるので、エプロンの裏に糊を、ね、塗っておきまして、どうしても、ね、髪をすいたりすると抜けてきますから、その抜けた髪をパッとエプロンの後ろにくっつけたと。で、あとあのクレジットカードは大きなお店だったり、最近プラハにも増えましたブランド店だったり、ちょっと高級レストランだったりすると大抵、クレジットカードはいけます。ただ JCB はまだ通りはよくございません。ビザだったら OK というところが多いです。で、今度逆にレストラン、ビアホール系のね、ジブニ店っていうか、ビアホールに毛の生えたようなレストランとかカフェテリアが一部カードダメっていうところがあります。レストランなんかちょっとご注意いただかないといけないのが、カードが使えないところがまだ中心地でもポロポロございますが、まあ、そういうところはユーロが OK だったりいたしますのでね、まあ、コロナでしか払えないのでね、最近チェコもここつい最近です、あのビトンができグッチができて、ヨーロッパのブランドがどんどん入ってきました。それでもやっぱりチェコの人にとっては高級ブランド高値の花なんですけれどもね。あとね、レートの換算の関係で、高級ブランド、ヨーロッパのフランスのブランドとかみたいなのが入って物価が上がったっていうのもあるんですけれど、以前はね、プラハの明日皆さんがフリータイムなさる中心地、一番、まあ、東京で言ったら銀座とかね、そんなぐらいの物価の高いところ、旧市街広場の面したところのカフェ、まあ、そこは一番高いんだけれど、今ね、ビール1杯で換算したら600円ぐらいだと思うんですよ。多分500のジョッキで。そうですよね。500、600円ってとこ、もうちょっとぐらいかな。もうちょっと安いかな、400円ぐらいかな。でも5、6年前が200円で飲めたんです。水のちっちゃいのが400円してるのに、ビール 500cc 200円で飲めた。で、さらにそのプラハの市内なんだけど、ちょっとあんまり観光客行かない住宅街のエリアに行くと、今で 500cc が多分250円ぐらい。数年前は100円ぐらいで飲めました。じゃあこの辺、田舎のね、チェスキークルブログなんかで、ね、